せーの、アミューズボイスアクターズチャンネル。イエーイ。はい、ということで皆さん、目の前にあるもの何かわかりますか？ボドゲ。そう、ボドゲ。え、でもこれモエピだよね。そう、モエピ。これなんかいろんなモエピがいるよ。これもしかして日めくりカレンダーか。そうです、日めくりカレンダー用に撮ったはずの写真が、なぜか名言として1週間しか流れず7つしか公表されなかったものなんですけども、今回、カルタとして登場しまして、うん、題して小泉萌えカルタ。まあ、これは私がね、今この手元にある文字をね読んでいきますので、うん、皆さん、まあ、あの普通のカルタをしていただくだけで、あ、どうしました？あ、どうぞどうぞ見てください。記念すべき第1枚目、はい、いきたいと思います、はい、チャレンジすることも、はい、あやるな、あった、たまたま見てた、1枚取りました。チャレンジ、チャレンジすることも大事。何その拍手。じゃあ続きまして、はい、睡眠は、どうぞお願いします。睡眠は長めに取ろう。おー、いいよ。ありがとうございます。お腹抑えてない？そうだよ、ね、お腹抑えてない、意味わかんないよね。いきます。楽しんだもん勝ち。あった、あった、あーやった。おー、楽しんだもん勝ち。いいね、今んとこ1枚1枚1枚ですよ。いいよ。じゃあ何も、あ、かっこねー。おー、素晴らしい。え、何もでわかるね。何も考えたくない時もあるよね。え、何をおっしゃってるんですか？え、あー、これだー、これ。え、何をおっしゃってるんですか？え、私一瞬の急にセリフ出したと思ったら。ちょっと待ってください、何をおっしゃってるんですかって寝てんのよ。で、睡眠は長めに取ろうで、お腹を押さえてるのよ。写真絶対逆。絶対おかしい。では続きまして、学歴は、はい、ごっ、みんなすごいね。あ、これは、あ、近かった。でも、たま、目の前だった、はい、どうぞ。学歴は人生に関係ない。おお、ドラゴン桜と全く逆のこと言ってんの。阿部寛さんもびっくりよ、ほんとに。大谷は行くな。はい、続きまして、今日のラッキーアイテムは、あー、冷蔵庫。今日はって言ったじゃん。今日ね、3つぐらいある。え、待って、今日、はい、これだー。分かんない。あった。え、待って、今日何個あるの？3個。今日のラッキーアイテムは冷蔵庫。いきます。うるせえな、おめえを。え、知らない。おい、柄悪い。うるせえな、おめえを。写真やばい。見せて。何写真？あの、何かやらかした時、ニュースで小泉萌えかって出る時の写真だよ。じゃあ次は、うん、楽しい一日はスキップから始まる。はい、おー、イエーイ。どうぞ、一日、はい、楽しい一日はスキップから始まる。続きまして、一人でも大体生きてる。あ、おお、日本語おかしくない？おかしいね。一人でも大体生きてる。続きまして、うん、もう何でもいいや。おお、静かに見つけたね。静かに見つけました、うん、もう何でもいいや。では続きまして、うん、やればできる。おお、これなんか目の前に。やればできるって言葉、私の嫌いな言葉第3位。あと2位は、あと2位。あと2位どこ？雑だな。じゃあ次は、なわけ。あ、欲しかった。これ狙ってました。欲しかった。これすっごい好き。なわけ。続きまして、いい、はい、ご飯美味しいもの食べよ。あー、おー、近い。近い。いただきました。ご飯は美味しいもの食べよ。では続きまして、勉強はそんなにしなくても大丈夫。こっちこっち、あ、こっちだった。くそー。ごめんごめん。どっち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 ど
最初はね、じゃんけんぽい。はい、どうぞ。勉強はそんなにしなくても大丈夫。じゃあ続きまして、はい、服めっちゃ欲しい。そい、すごい、みんないい、早いね、とんの。服めっちゃ欲しい。では続きまして、今日は和風パスタ。来ました、3つ目の今日。これが残り1個の今日でした、うん、今日は和風パスタを食べようと思います。いきます。15秒経つのって早いね。あ、負けたー。え、これ15秒もう1個2個あんのよ。これだ、当てる当てる、ま、こっち行くんだ。15秒経つのって早いね。いきます。ドン。はい、おいや、絶対これは欲しかった。めっちゃ早い。どうも、ガゼリキンです。じゃあもう一回ください。もう一回ください。今の撮ってたでしょ。絶対もう一回ください。どうも、ガゼリキンです。ちょっとなんか変わってきた、だんだん回を増すごとに変わってきた。2022年バージョン。続きまして、はい、お菓子で形成された。あ、強い。ほぼさ、こっちもあるのよ。これも、こっちも覚えてた。お菓子で形成された小泉です。続きまして、お風呂って。あー、やったー、すごいな。すごいな。お風呂ってなんであんなに浸かるの面倒なんだろうね。残り5枚。6個。いきます。下向いてる。お、え、これじゃ、やったー。お手ついちゃった。お手ついてしもうた。これどういう日本語。下向いてるといいことないって言うけど、本当にその通りだと思う。なんかだんだん私、萌えサルタすげえ好きになってきた。なんかジオリアスいいことが多いから、そういう作戦じゃない。いきます。入らねえって。来た、悔しい。これ私に対してなのに。すごい。入らねえって言ってたやつ急に入ってきたぞ。名言でもなんでもないから、大人だから。会話してるだけだから。続きまして、いきますよ、うん、15秒で言うんじゃないの。こっちの15秒でした。ここにして、いいね。15秒で言うんじゃないの。では行きます。はい、頑張るって言葉。 あ、どっちだろう。じゃんけんしますか。じゃんけんしょ、うん、最初はグーじゃんけんぽい。あ、いい子でしょ。あ、ありがとうございます。いいえ、すいません。頑張るって言葉、私あんまり好きじゃない。頑張ったねだったらすごいいいの、うん、あんま頑張れってよく言ってもらえる立場だから、 あんまり言うこと言っちゃいけないかもしれないけど、頑張ってるね。頑張ってんだもん。もう頑張ってんだから。これね、多分嫌いな言葉で1位じゃない？これが1位なの？じゃあ2位なんでしたっけ？3位がやればできる。あ、そう。じゃあ2位は？2位は大丈夫かな。大丈夫。大丈夫じゃねえから。明るい言葉全部ダメ。もうなんか松岡修造さんの逆に知らんの。どうしようかな。どっちやもんかな。あ、こっち。はやめ、はやめ。笑う角には服めちゃめちゃ来たる。これ演技いいよ。これいい。めちゃいい言葉。これ私の言葉ではないけど、でもまあ確かに。知らないです。ということで残ってるのは、私の言うタイミングで決まるんです。今日私さっき。たらこパスタ食べた。いいな、いいな。めっちゃ美味しかった。なんか和風パスタもいいなって思ったけど。これも？うん、うん。ジョナサン。うまいよね。ジョナサンの和風パスタ食べて。え、またパスタ食べてんじゃん。え、そう。でもまあ和風じゃないから。まだ。まあとりあえず人生明るく生きてこうや。しんどんねん。大人メッセージだからこれ。しんどんねん。メッセージの時だからね。はい、ということで小泉萌えカルタやってきましたけども、ちょっと楽しかったよ。あの楽しいですね。これ読み手も楽しいです、ね、みんな均等に結構撮ってますね。結構ね、みんないい感じです、ね、うん、ちょっとじゃあ枚数1枚ずつ数えていきましょう、はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8
8、9、10、11、12。やったー。ということで小泉萌えかるた第1回優勝者佐藤平田。やったー、小泉萌えか賞です。これはもうね、誰が何と言うと小泉萌えか賞ですね、うん、はい、ということで皆さんもこの言葉を生きる糧にしていただき楽しんでいただければと思います、うん、ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。また見てね。バイバイ。バイバイ。こうやって見ると、うん、一つ一つ、うん、やっぱ響くものがあるっていうか本当に言ってる？響いた。